SNK Heroines Tag Team Frenzy. Story. Member Select.世界ゆえに貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくば、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ。カスドム、ミアンだ。今度ナコルルたちと中国行くから案内してよ。テレビで見たら建物とかいろいろ変わってて、びっくりしちゃった。そうか、ムイムイは別世界から来たのだったな。 案内料は高くつくわよ。大丈夫大丈夫、全額あのくくりって人に負担してもらうから。<笑>それならとびっきりいいところに連れてってあげよう。全開で行く。 見知らぬ人よ、身内の不祥事に巻き込んで申し訳ない。
私の連符が見当たらない。バカくくりを問い詰めるしかないわね。そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマッバーザーは我がコレクションとなるのだ。っていうのはどうだ。もちろん協力させてもらうぞ。演出料は冒険っていうと宝探しだよね。宝箱とかないかな。あのバカくくりの世界だけあって砂が鬱陶しいわ。みんな！ウォンチュ全開で行くよ。任務開始。レディーボードいくよ。はい、
finish! You win! 訓練失敗だな。まあ、この格好じゃね。ちょっと退屈してきたかも。ぷいぷい元気にしてるかな？楽にしてやるよ。 Ready? Go! はい、入る。はい、ホップ、はい、ホップ、はい、ホップ、どんな、セイフ、変わる、ハッハッ、この茶番劇もそろそろ襲撃にしたいわね。ここまでは予定通り。残り二人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。ファーティストゼムエクスプロージョン。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。泣け、叫べ、震え上がれ、オブミューゼック。見つけた、バカくくり。たっぷりと慰謝料払ってもらうわよ。案内料もね。全開でいくよ。先に没せよ。レディーゴー。負けるとは、俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。
Congratulations!